第一朗読創世記。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見ると、その木はいかにも美味しそうで目を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。
二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。神の御言葉。私を帰り見、豊かな憐れみによって私の咎を許してください。悪に染まった私を洗い、罪深い私を清めてください。あなたの息吹を受けて、私は新しくなる。私は自分の過ちを認め、罪は私の目の前にある。あなたが私を裁かれるとき、その裁きはいつも正しい。あなたの息吹を受けて、私は新しくなる。神よ、私のうちに清い心を作り、あなたの息吹で私を強め、新たにしてください。私をあなたのもとから退けず、聖なる息吹を私から取り去らないでください。あなたの息吹を受けて、私は新しくなる。第二朗読、使徒パウロのローマの教会への手紙。皆さん、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、
一人の正しい行為によって、すべての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって、多くの人が正しいものとされるのです。神の御言葉。人はパンによるだけではなく、神の言葉によって生きている。その時、イエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると、誘惑する者が来て、イエスに言った。神の子なら、俺らの意志が真っ白になるように命じたらどうじゃ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら、飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。と言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。と言った。するとイエスは言われた。退け、サタン。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、と書いてある。そこで、悪魔は離れ去った。すると、天使たちが来て、イエスに仕えた。The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
真珠天地の創造主全能の父である神を信じます。父の一人子私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り乙女マリアから生まれポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け十字架につけられて死に葬られ読みに下り三日目に死者のうちから復活し天に昇って全能の父である神の右の座につき聖者と死者を裁くために来られます。聖霊を信じ聖なる普遍の清会聖徒の交わり罪の許し体の復活永遠の命を信じます。アーメン。